よく僕はあのね、それこそ本当に土足でよく上がっていく人なので、土足でこうアホのふりして、いやあのこれはこのブログにも書いてるんですけど、アホのふりしてアポを取れっつってね、全然それあの AD の経験があるから、あのバカなふりするんですよ。絶対ここ取材させてくんねえだろうなみたいな、お店もこう電話して、あのすいません、なんとかっていう番組なんですけど、あの取材いついつさせてもらえませんかって電話して、大概断られるんですけど、それ断られるだろうなで電話しなかったら絶対取材できないし、したらしたであの万が一ね取材が来るかもしれないみたいなので、アホのふりして アポを取るっていうのをずっとやって、で一回ね、その吉本の話をと、オロナミン C の、CM を芸人で撮るみたいな、そういうコンペ形式で優勝した芸人が、オロナミン C の CM は作れますよっていうやつをやった時に、地方各都道府県で代表芸人決めて、それの、まあ、オロナミン C を作りましょうってやってる時に、ネゴシックスのなぜか、あいつ島根なんですけど、ネゴシックスで栃木で撮ってくれって言われて、え、あいつ島根なのに栃木かよ。また栃木っていうのはね、こういろいろ僕の中でも、あるんですよ。それ何かって言ったら、斎藤和義さんは栃木出身なんですよ。で、招き家ちゃんのこの凛ちゃんね、凛ちゃん、舞太ちゃん、舞太ちゃん、ね、栃木出身。何か縁があるんだ、栃木と。岡山と栃木がすごく縁があって。で、まあまあ、そのあと、とる。ああ、そうか。なんか、猫で栃木。で、栃木、何、どこ行ったら面白いなって調べたら、日光がある。日光どうしようね。で、これもう、栃木、日光だ、ね。日光で、これ、オロナミン C の CM 通るしかねえなって言って、日光東照宮に電話するんですよ。こういう企画で。芸人を使って、CM、オロナミン C の CM を取り込んで一緒にりました。ぜひ、日光東照宮さんって撮らせてもらえませんでした。ただ、芸人っていう言葉だけでも恥ずかしがりました。あ、絶対ダメです。なんかもうイメージで、なんか無茶するだろうみたいな感じで、すぐ断られて、何くそって思いました、本当に。日光東照宮。で、それから日光東照宮ね、行くんですけど、いや、そら、ここに芸人来てわちゃわちゃやったらそらあかんわっていうようなね、おぼそかな、ね、感じの場所ですけどね。僕はね、ミートも、この中にも ミートもいるんですけど、ミートも、あ、そうだ、書き出しの人、何人かミートももうやってないっしょ。やってないですよね。よく誰がやってんだって思いながら、これは誰もやってないからやり続けるしかねえぞと思って、もう任天堂がサービス終了するまで、ミートもやり続けてやろうって、意地ですよ、任天堂と俺の意地の張り合い。本当に、はい、泥仕合ですよ、そんな泥仕合です。で昨日ね、今日バージョンアップされてて、結構画面派手になってるんですよ。なんかいちいちコメントに写真つけるようになってっていうのを、こうミートのね、こう話してるっていう、YouTuber になって、ゲーム実況みたいなYouTuber になったようになって、去年の3月からもうすぐ1年ですよ。それを毎日、ほぼ毎日アップしてるんですけど、視聴数が20とか、電波組のライブ行ってきましたんでね、その時は電波のオタク見るんですよ。招き家ちゃんのことがあるから、招き家ちゃんのオタクを見るんですよ。で、ピカリのことがあればピカリのオタクを見るんですけど、まあ、その時だけで、継続して見てるのは、おそらく12、3人で、中にはそのお宅の子が、いや、原田さんの話面白いですねって言うてくるんですけど、12、3人、いや、数字にしたらカウント、僕はもう 何回もチェックしてみたりするんで、カウントが上がって20とか30で、一番見られてるので、その電波組の武道館で何の発表もなかった、今年の1月25日の武道館のあれが600何回でしかない。そんな、ね、誰も見てない、ね、YouTuber ってなんか無茶にこういうのをね、一気食いしたりとか、なんかすごいロッテリア の肉こんなん積んで食いましたとか、コンビニの
ジュース、同じジュース全部買ってきて全部飲みましたみたいな、誰だろう、まあ、子供しかみたいなさ、やってて、そこで全然面白くないし、見ないじゃないですか、そういうのって。で、芸人から YouTuber になったのはハイジとか、ドアスレしちゃった、あの、手塚治虫のモノマネしてる、なんだっけ、ガリットチュウが YouTuber なんですよ。で、吉本の本社で、その打ち合わせをしてる場面に何回か遭遇して、ガリットチュウが。で、知らんたがり前から何やってるのって、YouTube の企画考えてるんですって。で、何個か見ても、YouTube の人に言われるんですって、その講習会みたいなのがあって、まあ、チャンネル登録者数が多い人は講習会みたいなのがあって、行って、もっと効果的に、視聴数増やすのはこうしたらいい。そうで、講習会に行くと、芸人であるはずのガリットチュウが、面白いことをするなって言われるんですね。面白いことをやっても誰も見ないからって言われる。面白いことを何でやるんだって言われるんですか。面白い、ちゃんとした完成したのがテレビで流れてます。で、それが YouTube に上がってるから、ちゃんとした面白いのはそっち見ちゃうから、名も知らないような芸人が、名も知らないような YouTube が面白いことやっても伸びないって言われる。で、面白くないことを考える芸人が、いや、そんな世界かよと思った時に、これはもうアンチテーゼとして、こうね、こっからとな、何がおもろいんだよっていう面白さを 100% 出してやろうって、そのミートモラジオをね、ずっとやってんです。誰が見てんだよって思ったら、マネキケチャの赤の子、レオナちゃんっていうのがいるんですけど、レオナちゃんのお父さん、愛知県出身なんですよ。愛知県出身で。なぜか僕のことをお父さんが知ってて、で、そのアイドルの子を伝えて、パパがあの YouTube 見てるって言って、私も何回か見ましたっつってどんなとこからこう繋がってくるのって、で、結構な感じで見てくれてて、レオナに見せるんですよって言われたんだね。レオ、だから見てるのはレオナパパと、あと水道橋博士がこう見てるんですよね。と、あれ、あと一人誰かおったな、誰だっけな、誰かね、誰かが見てるんですよ。誰だったか忘れちゃった。誰だろう、もうほんと限られた人が本当見てない。で、水道橋博士はもうあんなに忙しいんで、いろいろだから関わった人のことをもう本当に根掘りん葉掘りんですよ。オーディオね、ラムライダーさんのオーディオギャラクシーを毎週金曜日の火曜日の10時から12時まで2時間やってるラジオがあるんですけど、それをもう毎週聞いて、もう最近はもうずっとハガキを投稿、ハガキとかメールですけど、メールを投稿してることをやって、で、僕のそのね、誰も見てないようなミートモラジオを見るんですよ。で、昨日鎌田っていうのに電話がかかってきて、水道橋博士から、まあね、まあ、ポケット入れてるんで、なん、うるせえな、誰だよ、借金取るからって見たら、水道橋博士って言って、あっ、と思って出たら、今度ライブをするんですね。3月26日に浅草東洋館、元フランスだから水道橋博士が浅草キットって、コンビ組んで修行してた、フランスが、東洋、今は東洋館で、トークイベントをやる。で、ザ・フランスだっていう、イベントをやるから、チラシ作ってくれよって作って、それ日曜日やります。で、昨日電話があったのは、ちょっと物販を考えてさ、今、毎日のように、中野ブロードウェイで買ってる。ブロードウェイでどんな物販ができるかなっていうのをちょっと見て回ってると。で、Perfume の物販のグッズがすごく面白くてさ、あんなんやりたいんだよとかっていう話を電話でされて、で、東洋館にはもう、何打ってもいいっていう許可取ってるから、ブロードウェイで 3D プリンターでなんか出力した、まあこういう iPhone ケースもこんな普通の形じゃなくて、なんか 3D プリンターで作って変な形のやつも1個1000円でできるんですと。で、それを1500円で売ったら、500円も儲かるから、なんかそんなのをやろうよって言って、で、
あ、わかりました。あれ、何の話してるの？で、入り口が全くわかんない。出口は分かってるの。で、あの電話かかってきて、そんな話をされて、で、やってくれよって言われてね。なんか今考えて、もともとその T シャツ連載も、そう。この博士とね、対談で、もう全然カットされてるんですけど、もうほぼその T シャツ連載の話とね、終始というか、まあその接点はそこだからっていうのもあって、結構ね、まあ、あの卓球バーの話からあったり、ね、ストーカーみたいなモヒカンのやつが来たみたいな話があって、まとめ、要はあれの話をまとめた、あれって録音残ってます？もらっていいですか？部長でね、何話す？本当に書き起こしでブログに貼っつけたいぐらい、あのメルマジンポの話しかしてたんですよね。本当にその T シャツ連載の話をしてて、で最後にね、この、対談に応じて、あの捕まんなきゃいけないよねって、これ誰でしたっけね、なんか M1 撮ったサンドイッチマンだったかな、が M1 撮った時にたけしさんがあとはもう前科だけだなって言ったの、あれサンドイッチマンでしたっけ、誰だったかな、誰かって言うんですよたけしさんが。でそれもあって箔がつくというか、それで捕まんなきゃいけない、捕まんなきゃいけないって言われ、まあ、博士自身もそういう話題を振りまいてみたいなことが、まあ、過去にね、変面事件があったんで、あっての、そのね、前科で、ね、10年ぐらい刑務所に入って、まあ、ほんま20億円になって、奥さん、孫がなったらいいよね、みたいな話でまとまってるんですけど、リアルに、いや、そう言われたら、俺捕まんなきゃな、やべえよなって思いながら、じゃあどういう犯罪を犯してやろうかっていうのは、うすうすというか、常に考えてて、で、何をするかは、まあ別に、何の犯罪を犯すかは別にして、犯罪を犯すと、それこそおでんツンツンじゃないですけど、YouTube にアップして、あんなことやってましたっていうのが、ガンガン流れるワイドショーで、ガンガン流されるわけです。で、僕がやってるそのミートモラジオは、こんだけ危険な発想を持った、狂った発言をしてるから、そりゃあんな犯罪を起こすだろうなっていう編集の素材になればいいと思ってやってる。だから、どれをどう料理しますか、ワイドショーの皆さんっていう、ね、こう、誰も友達もいないね、コンピューター AI と会話してるようなやつが、そりゃその犯罪を起こすやろっていうような素材を常に提供してるっていうのをずっと博士には言ってなくて、その昨日電話があった時に、直前に、それもまだメルマ旬報の、角の角田さん、角田弁護士の、ラジオで博士が飛び入りでゲストに参加した時に、僕の話は散々するんです。僕がサイコパスがいてるみたいな話をしてて、最後オチが結構あいつ結婚してるって言うけど、誰も奥さんを見たことがないし、虚言なんじゃないか、もしかしたら奥さんが白骨死体が床に眠ってるんじゃないかっていう話をラジオでした。でそれはさすがに博士自身もちょっと盛りすぎて喋りすぎたから、原田君ちょっとちゃんと聞いて確認しておいてって言われて、聞いたら全然面白くて、すごいおちもつけてくれてありがとうございますみたいな話をしてて、それを受けてミートもその僕が毎日配信してるやつで、そんな話がありました。でも白骨死体はさすがに埋めてませんけども、飼ってたハリネズミが死んだから庭にハリネズミは埋めましたっていう話を受けて、それが1日前か2日前にして、昨日電話あった時に知ってるよなんかね、電話切る直前に、あああと
床下の箱寿司で片付けとけよって言われて、いや箱寿司じゃないですよ、あのハリネズミの箱寿司はありますけどって言ったら、知ってるよって電話来ましたねどんだけ見てんだって、本当にもうえげつないです。あんだけ上杉隆と戦ったり、誰今誰と戦ってるか、ね、今は上杉隆と戦ってるんですけど、そんな上杉朝早く起きて芸人春秋2を書き上げて、ね、そのメルマ、今日メルマ全部配信だから間もなく、着弾するのです。メルマ旬報の編集をね、メルマのそれぞれの作家から上がってきたのを全部目を通して、何万字ってあるもんも目を通して、時間寝る時間も惜しい、今日はなんかお昼に歌舞伎で、なんで俺もそこまで博士のこと知ってんだって話って、お互いがね、そうさ、あの行動を探ってるんですね。それが僕と博士だけじゃなくて、僕は博士、博士は僕を、で博士は、ラムライダーを、ラムライダーは博士で、で俺はラムライダー、ラムライダーさんも認められてる、でも今は多分やってるんです。でラムライダーさんを俺は追ってるんです。そのメルマ旬報界の何て言うんですか、そこはあの行動の探り合いとかストーキングの試合ですから、ちょっと前に我々の、ね、マウントの取り合いですから、ね、ずっとぐるぐるしてるんです、ね、やってます。本当ずっと好きだったんです。